地図急行ホット3500系機動車は地図急行に所属する普通列車用機動車である。地図急行線の開業に伴い、線内の普通列車用に製造された車両である。1994年に一般用給料イベント用一両の軽重量が富士中工業で製造された。全車が自社の大原事業所に配置されている。 形式称号のホットは、地図急行の沿線である、兵庫県、岡山県、鳥取県をローマ字表記した、際のそれぞれの頭文字を英語のホットにかけたものである。全長17メートルで、後発、対抗の特急列車の時速130キロメートル運転に、支障することなく、普通列車が、駅の対比線に入線するダイアグラムを構成する、都合上、こちらも最高速度を、 時速 110km に設定されている。走行用ディーゼルエンジンは、ホット7000系と同じ、小松製 SA6D125H-1 を1機、搭載している。なお、形式の3500は、機関出力が約 350PS であることにちなんでいる。全車両にトイレが設備されている。本形式は、地図線内のすべての普通列車に使用されるほか、 西日本旅客鉄道イン備線の地図駅、鳥取駅間でも使用される。そのため、車内の自動放送は、JR 西日本米子支社間内の普通列車用の放送と同じフォーマットが用いられており、地図線内では、JR 西日本語のフレーズを、地図急行語のフレーズに差し替えている。JR 西日本線内を走行する関係で、優先座席が設けられており、同社で使用されている。 優先座席を示すシールが窓などに貼られている。ホット3521号車は他の車両とデザインが異なるイベント用車両である。普段は普通列車として使用されるが、イベント運用時はカラオケ設備や液晶モニター、トンネルシアター、テーブルを設置することができる。2017年4月に内装工事が行われた。2018年には、 外装の変更が行われ、3月18日より列車愛称・天つぼしとして運行される。ありがとうございます。